今からブラウン系の色を塗っていきますけれども、マークワンの時と同じですね、こちらのウッドブラウンとレドームを混ぜたものに色の元の黄色、これを混ぜて調整してあります。前回はもうなんていうか分量を全く気にせずにいったんですけれども、今回はだいたい1対1対1ぐらいですね、この3つの色を同じ分量を取るような形で混ぜた色をまずベースに吹き付けていって、その後このウッドブラウンを足したもう少し濃い色をシャドウで吹き付けていこうと思っております。はじめにクアトロポルテですね、薄め液でシャバシャバになるまで薄めておきました。これぐらいの濃度です。まだねこの成型色がうっすら見えるぐらいの感じで薄くサフェイサーを吹き付けてあります。ではそこにこうやって今作った色をですね塗っていくわけなんですが、まあ厚吹きにならないようにこれも1回目はもう薄くこれぐらいにしておきます。まだ足りませんよねっていうぐらいにしておいて、まあ、この段階でちょっとあまりにも表面処理がいただけないようなことがあったらもう今のうちにやり直さないといけないのでするんですけれども、まあこれぐらいだったら大丈夫かなということでどんどん塗っていきます。茶色のパーツシャドウ拭きの後墨入れをしてツヤ消しのトップコートまで行いました。これでパーツ完成ということになります。はい、あとは組み立てが楽しみなわけですね。で続いての色なんですけれども、赤のパーツと紺のパーツに、ひとまずですねサフ拭きを行って、でこれから塗装に入る段取りなんですが、ここでですねちょっといくつか気づいたことそれから失敗しちゃっているところなどがあります。でまずですね、これ羽の部分なんですけれども、こっちはこれ赤の成型色、まあ、あのグレーのサフェイサー吹いてるんですけど、これねこっち側のちょっと細い縁の部分になるんですが、ここあのグレーの塗装をしないといけなかったんですよ、本体色の。それをですね忘れておりまして、これまあ赤の一体パーツなんで、あの塗り漏らしということになっちゃうんですが、これひとまず赤を塗ってからマスキングをして、またあの本体カラーを新たに塗り直そうかと思っております。まあ、こういうこともあるので自分で調色して、作った色を吹き付けるよりも、まあ、あのありものの中で極力イメージに近いというかね、そういうものを使った方が、まあ、後でもう一回塗らなきゃならないというこういう事態になった時に、まあ、便利というかね、また同じ色作るの無理やわってことにはならなくていいかなということもあって、まあ、そういうやり方をしているというのがあります。あとですね、ここですね、あの白のサフェイサーをさっき吹いたんですけれども、ここも実は赤なんですよ。で、ここ一体成型でこのね紺色の成型色なんですけれども、まあ、さっき この羽のところと一緒で、一部やっぱりこう塗り分けをしないといけないところがあって、でここも赤にこの後塗るんですけど、やっぱり紺色の上から赤を塗ると発色がやっぱ違いますので、先にサフェイサーを吹いておきました。まあ、グレーを吹いておいては良かったんですけど、なんとなく赤を塗るということで白を吹いてるんですけども、まあ発色の違いどうかなってちょっと気にはなるんですが、この後吹いていきたいと思います。でせっかく白のサフェイサーを作ったっていうか、あの薄めてねエアブラシ用にしたんで、こっちここ緑を吹く窓みたいになってるところですね、これランドブースターの上の部分というか先の部分なんですけど、ここも白を吹いておきました。赤のパーツ塗り終えました。シャドウ拭きも行ったんですけれども、どうかなというところで、まずですねいつものようにこのシャインレッドで全体赤く塗っていきます。まあ、やや鮮やかめの赤なのでこれお気に入りなんですよね。で最近の私のトレンドとしまして、このイタリアンレッド、タミヤのカラーですが、これをですねシャドウとして吹き付けるんです。なのでベースがシャインレッド、縁をイタリアンレッド、若干イタリアンレッドの方が濃いんですね。でまああの暗いっていうのかな、でそれでいいコントラストになるのでお気に入りだったんですが、イタリアンレッドをですね使い切ってしまいまして、しかもあの行きつけの、三宮の某大きな模型コーナーのあるお店がですね販売を5月いっぱい停止ということで、買えないんですよね。
で、まあそういうこともあって何か変わりはないかなということで、家にあるこうモンザレッドを見てみたんですけども、モンザレッドちょっとイタリアンレッドほど暗くないんですよね。でシャインレッドとの間ぐらいになりますんで、シャドウとしてはちょっと物足りないと。でこれボツで、撮った方法としてはこの色の元マゼンタをシャインレッドに混ぜて、よりそのまあ赤らしい赤というか、濃い赤というか、暗い赤というか、そういうのをですね作ってみたんです。でまあ作るというのはあんまりまあ得意じゃないんですけれども、それを拭いて混ぜて作ったシャドウを拭いた結果がこちら。ツヤがあるんでちょっとピカピカしてますけども、どうでしょう。わ、一応ねほら、中央が鮮やかなシャインレッドで、縁の方が濃い赤になってるの分かりますでしょうかね。まあ、この辺の部品をちょっとこう来てもらいまして、ピントがなかなか来なくて申し訳ないんですけれども、はい、画面通しても分かる範囲で、はい、まあ、シャドウというかね、ちょっとコントラストというかな、できたと思いまして、なんかさくらんぼのようなね綺麗な赤になりまして、とっても美味しそうな部品になりました。はい、ということで、まあ、今回はちょっとこう赤を混ぜて作ってみました。先に赤を塗っておいて、こっちは緑ですね、塗っておいてマスキングをしました。ここは残しておくところですね。でその後、今からこの周りですね、この辺りはネイビーブルーを塗装していきます。ネイビーブルーです。で説明書では、エメラルドグリーンを混ぜるように指定がありましたので、まあ、あの緑っぽくできて、ここにちょうど緑塗ったので、これをポトポトっとちょっとだけ垂らしておきました。まあ、色味に変化はほぼなかったので、まあ、ネイビーブルーそのまま塗ってるといった感じでいいかもしれません。では塗っていくことにしましょう。最初はホコリを取りますね。マスキング作業の最中に、まあ、もちろんね手でベタベタ触ったりもしているんで、まあ、油はつかないように気をつけてはいるものの、ホコリがいくらかついてるかなというところもありますんでね。ちょっと浮いてるかな、大丈夫かな、ちょっと気にはなるんですが、まあ、最終的に細かいことは気にしない。入ってみましょう。ね、赤が残っているところをこの上からなんですけど、まあ、こういうダーク系の色っていうのは、まあ、隠蔽力強いですからね。まあ、こうやって今、そうです。実際そうですけど、上から重ねても、それほど苦労せず発色しますので、まあ、気になる方は、一回ね、サフを拭いて、色味を整えておいてもいいかもしれませんが、まあ、そこまでシビアなことを言わないという方、まあ、私のような大らかな人間は、こんな感じでそのまま拭いてもまあまあ問題はないかなと思います。この縁のところっていうのは、グレーのパーツをはめ込むようになってまして、おそらくそんな見えないところではあると思うんですが、ちょうどそのパーツとパーツの境目のところあたりがね、微妙に覗けたりなんかすると見た目が美しくなくなってしまうかもしれませんので、気をつけて。まあ、これも1回目ということですので、この辺にしときましょうか。ちょっと口の方が残ってるな。こういう塗料が乗りにくいところは、ちゃんと1回目から逆にしっかりめに塗っといた方が、後で苦労しないで済むかな、というところもありますので、はい、境目のところ。ただあんまりこう吹き付けすぎると、マスキングテープの隙間から染み込んでいったりするかもしれませんので、でそのあたりの塩梅は、まあ、適度に。やっていきましょう。全体にネイビーブルー吹き付けましたので、続いてシャドウ拭きを行います。ネイビーブルーにどれぐらいかな、ミッドナイトブルーを足しています。でこれをエッジにですね、弱く吹き付けていきます。
こうやって見ますとね、結構シャドウかかってるかと思います。これを全体にやっていきましょう。